ものすごい数の群衆がいたんですよ。で、あの人たちどこへ行くか知らないけれども、あのもう一つショックを受けたのはね、多くの人がといっても全部じゃありませんよ。でも目立ったから全部の半分ぐらいに見えた。こんなマスクしてるんですよ、白いマスクをね。でね、私今日帰りにみんなでマスクの買い占めをするのやめましょうね、分け越しの人ね。あのね、私の知り合いは昨日ね、あの私は恵比寿というところに住んでるんですけど、恵比寿中の薬局に行ったら売り切れてないんですって。ね、でね、その私はね、怖いなと思った子供用のマスクはないという話だったけど、今日あの新幹線の待合室の中で見ていたら、子供用のこのぐらいのマスクをしてる子供もいるんですよ。それでね、もう目立つ、こうまがまがしいようなこんな大きな白マスクをした人が随分目立った。で、私は怖いなと思ったのはね、誰かがね、あのすごい恐ろしいそのウイルスで伝染病を来た、だからマスクをしなきゃならない、なるべく外出もするなんて言ってね、一人か二人は恐怖心にとらわれの虜になったとしますね。で、外へ出てみると、なんだかマスクをしてる人が目につくとなったらね、伝染するんですよね、恐怖っていうのはね。で、今ね、こう情報がすぐに行ったり来たりするから、あのやっぱりその鎖国でなくてよかったなって私は思ったんですね。つまりどこの国でその新生の患者になるもの、つまりあの舞台インフルエンザとか最初言いましたね、が発生してるかっていうのはニュースが来るでしょう。でもこれは閉鎖された社会であったら、一つの国の一つの権力が今すごいものが流行ってきたと言ったらね、あのみんながびっくりする。そうするとね、公共機関からね、あのマスクをしなさいって、マスクをしてる人はいい人の印っていうような空気が広がっていくとすると、マスクをしないでいるってことに勇気がいることになりませんか。あのね、あの私は今日本当にね、ちょっとゾッとするような思いで、その群衆のすごさと、それからそのマスクの目立つことにあのショックを受けましたね。あの気をつけないと何が私たちの足元へ押し寄せてきて、どんな波があの我々を拉致去ろうとしているかわからないよというのが、今日私が出かけてきたからの実感です。もちろん病気なんか防ぐ方がいいに決まってます。だけど感染したからといってみんなが死ぬわけではないし、あのね、そうではありませんか。戦争によって確実に相手もこちら側も死んでいく、この確かな生と死の分かれ道に比べれば、伝染する病気はどこかでみんなが協力すれば、かかっても助けることができるわけですね。安静といい栄養状態、それから医者もいる、薬もいる。でも幸いなことに日本はおそらく世界の中でもトップを争うぐらいに行き届いている国なんですね。だからいたずらに恐れることはないです。だけど怖いなと思って自分の気持ちが歪んでしてきたら、その恐怖にやられると思うのね。だから私は今日はマスクなんか持ってこなかったし、マスクもしませんけれど、でもお互いにうまいと手洗いやりましょう。あのね、そういうね、一見消極的だけど、しかし私はこういうふうに身を処すということをね、まずやることはね、案外大事なことなんですね。で、私はいつもそうだけども、体の調子が悪い、それからとっても人生で困ったことにぶつかったときに、まずね、あの深呼吸をするのね。そして深呼吸をいくつかすると気持ちも収まってきます。でね、そういうことはね、私は今78で、9月が来ると79にもなるんだけれども、あのこれはね、長年生きてきた人間の知恵です。で、私よりも年長の方たちは、私よりもっと具体的な知恵を持ってるからね、私たちはその知恵をあの受け継いでいって、やっぱりあの次の世代に渡していかなければならないと思います。赤風車という地方のあんまり大きくない出版社の福岡にあります。で、代表は福本さんという人です。で、これはこの中に会員の方がおられると思いますけれども、ここにあのピシャワール会という会の事務局があります。で、その福本さんが新聞に書いた原稿のコピーを送ってくださって、その文章の一つの中に、その福本さんは自分を謙遜してね、自分はもう本当に若い時に酒ばっかり飲んでいて、なんだかわけわかんなかったけども、ある時気がついたらもう椅子一つしかないところで本屋を始めていたと。名もない小さな出版社だったけど、ここまでやってきた。でもこれはね、かなりの誇りを持って言ってるんですよ。なぜならば、ペシャワールの会の現地代表であるあの中村哲さんの本のほとんどは赤風車から出てるんですよね。だから儲からないし、世の中の人は別にアフガニスタンがどうなったって関係ないと思ってるだろう。ところの
のにそのペシャワール会は全力を挙げて今難民を救うというか、あそこにその砂漠になっていく土地を蘇らせるために中村哲さんは活躍をしている。そのバックアップをしているのがその赤風車なんです。でその代表の福本さんの言葉ですね。彼はその自分の人生が定まらないときに、中世のヨーロッパ文学の学者である阿部欣也さんという人に言われた言葉があるんですね。でそれはね、どういう、これ阿部さんも誰かから言われたことだそうですけれども、人生の道が見えなくて迷っていたときにね、言われた言葉、それをやらなければ生きてはいけない、そういうテーマを探し出すことと言われたんですね。それをやらなければ生きてはいけない、そういうテーマを探し出すことだね。私の言葉に置き換えると、私は死ぬときに後悔しないような生き方をすることだろうと思うんですね。自分がこう生きたい、こう生きたいことを実現するためにいろいろな障害がある、障害物がいっぱいあるけれども、でもここで一歩下がって妥協して死ぬときに、あの時に下がるんじゃなかったと後悔して死ぬんじゃなくて、あの時よく頑張ったと、だから我が人生に悔いはないと思って死ねるようでありたいと私はいつも思っています。でもこの阿部さんがその福本さんに伝えた言葉はそういうことですよね。それをやらなければ生きていけないというようなテーマ。それで私は何もお互いにその大事業をやらなきゃいけないということではなくて、一人の人生は必ず最後にあるのは死ですよね。死なない人間なんて一人もいないわけでしょ。だからその人生が終わるときに、私はあそこで例えば右へ感謝だとかね、そういうことで、あの時に本当は半歩でもいいから勇気を持って前へ出ればよかった、だけどあの時自分はいろいろと それが引き起こす出来事を考えた時に半歩は前へ出られなかった、だけどずるずる押されていってとんでもないところまで来てるなっていう後悔をかみしめて死んでいくのは私は嫌だと思うし、皆さんにもそんな死に方してほしくないですね。存分に生きて、もう私は自分の力の及ぶ限りのことをやると、それは他の人から見れば、たかがと言われるようなことかもしれないけれども、でも、人から見ればたかがと思うようなことだけれども、自分にとっては精一杯だったというような生き方をし、それなりの答えで、そして私たちは自分の人生の完結の日を迎えるといいと思うんですね。もう一番良くないと思うのは、今どんどんそっち行こうとしているけれども、日本は敗戦という大きな代償、日本の国土がやはり大勢の命が奪われただけではなくて、日本が敵として戦って相手側に何倍もの一桁違いの犠牲者を出した、そしてこの宇都宮もそうだったそうですけど、一面焼け野原になったふるさとの大地に立った時に、誰がもう一度軍隊を作って戦争をしようと思ったかということですね。もう軍隊は無条件降伏をしたし、兵隊さんでありながら銃が行き渡っていない、五毛剣という兵隊さんはこれぐらいの短い剣をつるんで釣っているんですけど、五毛剣も行き渡らなくなっているような、もう兵隊軍人と言えないような、そういうおんぼろな集団になり下がってもまだ負けようとしなかった日本の政治というものを恐ろしいと私は思うんですね。